うわーすごいなあ。あれは赤城の巡洋艦バージョンじゃないか。ちゃんと主砲の45口径 40.6 センチ連装砲を5基搭載してる。おっと隣は空母バージョン、三段空母になってる。すごいな。こうやって2隻並べて見られるのも食玩ならではだ。このフォルムたまらない。しんちゃんのお友達物知りだキャルン。いやお恥ずかしい。でもみんな気をつけるキャル。ここはただの戦闘シーンを再現したジオラマじゃないキャル。ただじゃないの？おいくら？1億万円くらい？いやそうじゃなくって、港から始まり海上から海の底にまで広がる激しい戦闘が再現されてるキャルル。海の中も行くの？ほら息ができなくなっちゃうぞ。大丈夫よ、これを食べるキャル。ガムガムモグモグフワリンプー。ガムガムモグモグフワリンプー。しんちゃんはキャルトの差し出したガムを食べながら呪文を唱えました。すると、おお、しんちゃんはペンギンに変身しました。この格好なら水の中でもスイスイ泳いで進むことができるわ。おお、ペンペンギンギン。ほら海の中をスイスイスーダララッタ。あれは US エアフォース B2A スピリットステルス爆撃機だ。レーダーに反応しないばかりか、あの独特のフォルム、もう最高。解説してる場合じゃないギャル、気をつけて攻撃してくるギャル。そうだった、戦闘機だから攻撃してくるんだった。ガー、逃げろって、あれ、お風呂グッズで攻撃？まさかお風呂屋さんの銭湯ってこと？そう、キャル。キャルキャルキャル、始まった。面白いね、これ。何これ。ウケる。ツンツン。お、え？ツンツン、ちょっと攻撃になんないんですけど。え、ちょっと待って、どうしたらいいのこれ。とりあえず海に行くまではこの格好不利だな。なんか二段ジャンプもできないんだけど。よいしょ。そう、コインをね、集めないといけないんだよね。ちょっとさ、撮影外でやったんだけどさ、このゲームコインを集めないと体力を増やせなかったりとかする。スイスイ、あ、すごい、何スイスイしてる。スイ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 、おう、これをスイ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 、なんかで壊せんのこれ。スイスイ、うわ、あの敵とか倒せんのかな、スイスイで。スイスイ、あ、倒せる。スイ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 、なるほどなるほど、オッケーオッケー。スイ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 、スイスイ、途中で合ってんのかな、道。スイ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 、なんか上にありそうな気もするけど、スイスイ、まあいいや、とりあえず。スイ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 、とりあえず進んでみよう。よいしょ。ツンツンツン。あれ？あ、びっくりした。キャルキャルキャル。なんか行き止まりっぽかった。ふい。銭湯でいい汗かきましたな。必死に逃げ回ったら本当の銭湯に入りたくなっちゃったよ。ひとっ風呂浴びてジュースをキューッとやりたいもんですな。まったくだよ、こんなに広々とした銭湯なのにゆっくりお湯に浸かる暇がないなんて皮肉だよな。じゃあ家に帰ったら二人でお風呂に入る。そうだな。って気持ち悪い言い方するな。はあ、どうやら激戦地帯は通り過ぎたみたいだ。キャルン、でも周りに残骸が浮いてる。キャルン、何か嫌な予感がする。
キャル、あれ、何かしら。白いクジラ。おお、でっかい。逃げろ。オラと風間くんの愛の逃避行ね。そんなこと言ってる場合か。しんちゃんたちは白クジラに飲み込まれてしまいました。おい、しんのすけ。おお、気がついたか、しんのすけ。おお、秋田のじいちゃん、お久しぶりぶり。お久しぶりぶり。じいちゃんのシワシワマンモスもお元気？おお、元気じゃ。しんのすけのゾウさんはどうじゃ？おお、お元気お元気。ゾウさん、ゾウさん。二人とも、もうその辺で。じいちゃん、なんでここにいるの？ショックガンで女の子のフィギュアに見とれてたら、兵隊さんのフィギュアに捕まってしまってフィギュアにされたんじゃ。そしてここに展示されていた戦艦に乗せられてたんじゃ。だけどその戦艦がこの大クジラに飲み込まれてしまったんじゃ。ねえじいちゃん、俺たちこれからどうなっちゃうの？わからん。なんとか出る方法はないの？そうじゃの、口のあたりまで泳いでいってのどちんこをこちょこちょくすぐって、このクジラにくしゃみをさせたらその勢いで外に出られるかもしれん。のどちんこをこちょこちょ。そう、のどちんこをこちょこちょこちょ。二人とも、もうその辺で。キャルキャルキャル。やばいな、なんかめっちゃ久しぶりに聞いたわ、ゾウさんとか。ね、なんかゾウさんとかゲコチとかさ、今のクレヨンしんちゃんだったら絶対聞けないワードだもんね、本当に。マジ昔は良かった。昔は良かったよ、本当に。今のコンプライアンスのせいで、もう昔のネタとかさ全然見れないもんね。よいしょ。ついつい、ついつい。お金欲しいんだよね、お金。お金が欲しい。よいしょ。ついつい、ついつい。お金がね、かなり大事だからね、このゲーム。よし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 。お金をゲットしていくよ。あ、普通に当たっちゃった。ついつい。よいしょ、あれ。そう、骨邪魔だな、マジで。さあ、のどちんこはどこにあんのかな。多分ね、このコインをね、辿っていけばね、のどちんこに出会えると思うんだよね。あれ、逆走してる。あ、そんなわけないか。何これ、ウイルスだ、ウイルス、ウイルスだ、ウイルス、ウイルスがいる。あ、チョコビだ。あ、これだ、のどちんこ。のどちんこある？ってことは、これ触ったらボスになるかも。キャルキャルキャル。しんちゃんがのどちんこをこちょこちょしたので、シロクジラは大きなくしゃみをしました。その勢いで、しんちゃんたちはクジラの中から吐き出されました。吐き出されたしんちゃんたちは、運よく浮かんでいた救命ボートに着地しました。ふぅ、やれやれですな。助かった。ところで、さっきの本当にクジラだったのかな。クジに飛び出したからクジラだと思う。なんだよそれ。キャル、注意して、下に何かいるキャル。キモ。マジで言ってんの？え、どうしたらいいのこれ。あ、やばい、死んじゃうんじゃない。あ、やばいやばいやばい、死んじゃう死んじゃう。これちょっと着替えないと、着替えないと。え、どうしたらいいの。え、ちょっと、どういうこと。ダメージ食らったんだよ。あー、くそ、キモ。
さすがに赤ちゃんには負けへんで、赤ちゃんには負けへんで。怖い、こいつ早い、あいつ早い。やったよし、あれなんか今どうした、カプセルに閉じ込められたんや。海の底からしんちゃんたちを襲ってきた潜水マシンはひまわりだったのです。シロクジラになってさまよっていたシロも元に戻りました。うんうん、なるほど。そうか、大変だったな。なんて言ってるんだ。え、わからないの。英会話教室に通っているのに犬や赤ちゃんとはお話しできないの。ダメだな、風間くんは。だって僕には妹はいないし、犬も飼ってないし。じゃあもう一度聞いてみるから。いい、二人の言葉は考えちゃダメ、感じるのよ。うん、なんでこうなるのかわからないけど、とりあえず、うん。それは大変だったね、二人とも。ママやパパとはぐれた後、フィギュアマジンにフィギュアにされてたって言ってるんだろ。え、そうだったのか。俺には分からなかったぞ。なんだよ、お前だって分かってなかったんじゃないか。しんのすけ、二人ともお助けカードをくれるってさ。おお、さすがシロ、ヒマ、ありがとう。って、なんで僕が通訳してるんだよ。パワフル、パワフル、パワフル、天才なあるみさえ、おバカな一日元気だそう。